ケースの先へ進む時が来たわ。あの子たちがどうしているか様子を見ておかなくちゃね。中央の光っている扉から出てみましょう。来ましたな、ついに。これで第2部完結かな。記憶、ふわふわ。これ新しいイベントも来たんだよな。これどうしよっかな。どっち先にやるべきかな。4万1000ぐらいまで。ちなみになんですけど、ノエルちゃんか。小鳥か。こっちとりあえずサクッと終わらしてからメイン行くか。多分だって最後だよね。ちなみにこっちまだ全然終わってないっていう。早かったな今回。21、物が多いんで。よし、じゃあこっちからやってっちゃいますか。行きましょう。はい、1話。彼女は知っていました。自らが向かうべき場所があることを。しかし彼女は知りませんでした、その場所がどこにあるかを。必要なのは目的地にたどり着くための情報。手がかりも何もない情報を求め、廃墟となった都市をあてもなくさまよう日々。ある日少女が拾ったのは一冊の古びた本。ここがどこかもわからない無人の地では本は貴重な情報源になります。しかし長らく風雨にさらされていたためか、字も挿絵もかすれて読むことができません。少女が仕方なくその本を閉じようとしたとき、一羽の小鳥が木の上から落ちてきました。怪我をしているのでしょうか。その両翼は不揃いで、羽毛の剥げた箇所には血が滲んでいました。草場の上でもがく小鳥は傷ついた翼で何度も羽ばたこうとします。苦しそうに、それでも必死にあがく小さな羽。少女は小鳥へと声をかけました。どこか行きたいところがあるの。小鳥は問いかけに答えるように小さな声で鳴きました。こういう出会いなんですね。自分と重なるところがあるんですかね。旅の途中で出会った怪我をした小鳥。少女の手の上で小鳥は一方をじっと見つめ続けています。さらにその方角に向かって羽ばたこうとすらしました。強い意志でどこかを目指そうとしている小鳥。少女は服の裾を破り、羽を固定するように巻いてやりました。幸い軽傷だったので数日
安静にしていれば回復するはずです。そして少女は小鳥を頭の上に乗せました。彼女の旅の目的地、その手がかりはまだ見つかっていません。探すあてもないのならと、少女は小鳥の旅を手伝うことにしたのです。少女が立ち上がると、突如小鳥が激しく鳴き始めます。何かに慌てているのでしょうか。小鳥にせかされるように少女が足を早めた。直後、背後で轟音が鳴り響きました。風化したビルが崩落し、少女と小鳥のいた木陰は瞬く間に瓦礫の下敷きになってしまいました。助けてくれたの、答えるようにピーと鳴いた小鳥の声が少女には少し得意げに聞こえました。いい感じになってますね、仲良し。少女と小鳥の旅は続きます。少女には何でもないこの年も、飛べない小鳥にとっては捕食者の巣窟。ある日、飢えた獣が彼女たちの前に立ちはだかりました。今度は自分が小鳥を助ける番。少女はそう考えて静かに槍を構えます。彼女が素早く襲いかかる素振りを見せると、驚いた獣は一目散にその場から逃げていきました。しかしその時、少女の頭上から布が落ちてきます。小鳥に巻いた裾の切れ端、彼女はすぐに違和感に気づきました。頭の上のかすかな重みが消えています。小鳥がいません。周辺を探す少女の目に、一つの建物に向かって飛ぶ小鳥の姿が映りました。まだ怪我は治っていないはずなのに、その羽ばたきは力に満ち溢れています。きっとあそこに行きたかったんだ。少女は小鳥の後を追いかけます。壊れた扉をくぐり抜け、建物の中へと。なんかありそう。一体何があるんですかね、この先に。あ、ちょっとやっとかないと。100ぐらい、そんなにいないか。まあいいや。力強く羽ばたく背中を追いかけ、少女はついに小鳥の目的地を見つけました。静まり返った空間に響く鳴き声、そこにあったのは小さな鳥の巣。小鳥が目指していたのは我が家だったのです。少女の胸をかすかな痛みが襲いました。孤独に旅を続ける少女には家族も、帰るべき自身の家もありません。巣で親鳥たちと鳴き合う小鳥を見ていると、痛みが少しずつ大きくなっていく気がします。もう行こう、私も目的地を探さなければ。
少女は小鳥に向かって小さく手を振り、歩み出そうとします。その時、彼女はやっと気づきました。壁に並ぶ無数の本棚に、ここが図書館であることに。ようやく見つけた読むことのできる文字。この地で使われた言語が分かれば、現在地を知る手がかりになるはずです。それが自身の行きたい場所につながると信じて、少女は本を手に取りました。つかの間の旅の友がくれた素敵な贈り物。大切そうに本を開く少女の口元は、少しだけほころんでいるように見えました。なるほど、なんか綺麗なお話でしたね。うん、何気ない出来事だったんだけど、ノエルちゃんにとっては結構でかい。うん、出来事でした。ハイパーかわいいな。めちゃくちゃイケてるよな。すげえな、53。ありがたいっすね。来るべき時に備えて貯めときましょう。なんかいっぺくれたが、これか。これがよくわからん。グッズを拝見いたしますか、じゃあ。うん、はいはいはい、プレイガチャ3枚、はいはいはい。うん、あ、いい感じですね。それでもまずはこの辺からだな。スタミナはね、なんか最近できてないっていうのもあるんですけど、すげえ溜まってんですよね。戻っちゃった。2359。だから全然進んでいないという。交換所はそうか、ママコインっていうのが、あ、そうか、ディミスが来てるんでしたっけ。今あれですね、ガチャの仕様が変わっていけるようになったんですよね。優勝ガチャ回すとポイントが溜まって、素晴らしい仕様ですな。うん、あー、10連とかもあるのか。これはさすがにも、うん、まあ、というわけなんで、とりあえずハードベリハ走ったら、12勝やっていきたいと思います。お疲れ様です。